どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はご視聴者様にご応募いただきました美しいと思う編成をですね、紹介していきたいと思うんですけども、まず一つ目はツイッターネームもりもりさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。曹操首相として天尉と満朝副長の編成ということになってますね。で、曹操には主事筆こと東光兵で、天尉にはですね、後発聖人と器量三軍で、最後満朝には残壁法と滑骨領毒を覚えさせているということになってますね。で、天尉っていうのがですね、首相をかばって、で、満朝の固有でですね、天尉が全ての武将を援護するようになるということになってますので、で、曹操を守るという能力がかぶるということでですね、ちょっとその戦法的にもったいない部分があるんじゃないかっていうことをですね、最初ちらっと思ったんですけども、よくよく考えてみたら結構面白いなっていう内容になってるんですよね。で、まず首相を狙われた時っていうのはですね、その天尉の固有と後発聖人と器量三軍、この3つの戦法で反撃をかますということになりますので、結構火力が出るようになるんじゃないかと思います。で、曹操に諸事筆庫を覚えさせてますので、相手の首相はですね、曹操を狙いますよね。で、天尉がですね、三連撃の反撃をかますということでですね、相手首相に結構ダメージが入るんじゃないかということが予想されます。で、しかも、天尉の固有戦法というのはですね、相手にデバフもかけるということになってますので、反撃した相手の火力も下げるということでですね、相手の首相がですね、メインアタッカーとかの場合だったらですね、火力も下げられて結構相手はきつくなるんじゃないかと思われます。でですね、投稿兵を覚えさせてますので平人ダメージには強いですし、あと満朝の滑骨領毒があるので、天尉をピンポイントで回復できるんじゃないかと思われます。で、これ天尉しか、火力が出せないということになってるんですけども、曹操が一緒にいるので、天尉の火力っていうのはですね、バフがかかって結構出るんじゃないかというふうに思われますので、その最初はですね、かばいすぎと思ったんですけど、結構面白いなというふうに感じましたね。で、残壁法はですね、一応曹操にかかるように、知力振りっていうのは調整しなければいけないかなと思うんですけども、まあそこら辺がきっちりできたらですね、まあなかなか抜かれることはない相当硬い編成になるんじゃないかと思います。ネックといたしましては、天尉に拳法破砕が刺さったりするとですね、たちまちこの火力が出なくなるっていうところですね。しかも天尉が、その首相をかばうので、そのかばった時にですね、相手が拳法破砕なんかを持ってたらですね、全部天尉に飛んでくるっていうところがありますので、そこら辺がね、ちょっと厳しいところではあるかもしれないんですけども、拳法破砕持ってない相手と戦うということだったらですね、好成績を残せるような気がする編成ということになってます。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームラムネさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。孫権を首相として太子寺と周太を副将にした編成ということになってますね。で、孫権にはですね、一騎当選プラス寄進定位か臥薪嘗胆で、太子寺にはですね、摂政御部と憲法破砕で、周太にはですね、清涼的もしくは小兵器と意気昇天と奇形人ということを書いてくださってます。で、個人的にはですね、ここ小表記にして、その孫権の方は鬼神定にするという形がいいんじゃないかと思います。で、もう一つの戦法、意気昇天か奇形人なんですけど、これはまあ、どちらでもいいかなという気がしますね。で、太子寺も周太もこの重心だし、戦法もシナジーもあるし、強度もそこそこあると思うということを書いてくださってます。で、この編成って結構強いですよね。僕もよく当たるんですけども、割と負けるんですよね。で、その時の、編成というのはですね、周太のこの意気昇天か奇形人のところにですね、敵機駆逐なんかを入れてる場合があるんですよね。こうすることによってですね、継承戦法4つ孫権と太子寺であって、で、さらにですね、小兵器で発動率も上がって、で、太子寺は連撃ですよね。で、孫権も連撃を得られる可能性が高いということになってますので、めちゃめちゃ火力出るようになるんですよね。で、耐久力っていう面ではですね、ちょっと難が出てくるかなとは思うんですけども、その序盤ターンでですね、仕留めるというコンセプトで使うのであればですね、かなり強い編成になると思うんですよね。で、このラムネさんにご応募いただいたままでもですね、結構強いんではないかなとは思うんですけども、まあ回復戦法がないということになってるので、まあここはですね、もう開き直って回復戦法も耐久力アップ戦法もなしにしてですね、で、周太っていうのは、優遇の火力っていうのもですね、しっかり上げてくれると
いうことになってますので、そこにかけてですね、まあ、短期決戦を挑むような編成にしても面白いんじゃないかと思いました。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームやすしさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。北伐盾と名付けられた編成みたいですね。まあ北伐される側ですけどねということは書いてくださってますけども、この編成はですね、このロマン性というところではですね、かなり好きな編成になってますね。で、芝居を主将として各愛と各将副将の編成ということになってて、で、芝居には新参希望と上昇長空または兵務情勢で、各愛は慶一陣と異部軍民で、各将にはですね、貸元領と文武両道という、編成にしてますね。で、盾でおそらく使うんではないかということなんですけども、各将にですね、貸元領なんですけど、これ各将の固有で燃焼付与して、で、貸元領でも燃焼ということになってますよね。で、各将っていうのは武力も知力も結構高くて、で、その貸元領ってこれが両方高いような武将に覚えさせるとですね、割といいということになってますので、これは合ってると思いますね。で、各将にはですね、文武両道、もう一つの継承戦法なんですけど、これ、その平人ダメージ与えたり軽力ダメージ与えた時にですね、バフがかかるっていうことになってるので、各将とは非常に相性がいいんですよね。なんでこの各将の継承戦法のセットっていうのもですね、かなりいいかなと思いますね。で、各愛っていうのはですね、星4武将ではあるんですけども、星5武将並みの性能があるということでですね、割とそのシーズン、今僕8やってますけど、それでも使ってる人を見かけるっていうぐらいですね、優秀な武将になってますよね。で、魚敵兵将と、異部軍民、これ両方覚えてるっていうことになってますので、その耐久力っていう面ではですね、かなり高いんじゃないかと思いますね。その投降兵とか肝心兵とかは使ってないんですけども、この2枚の戦法でですね、硬さは保たれてる上にですね、慶一陣も覚えてるということになってますので、結構硬いんじゃないかなと思いますね。で、その各将が結構燃焼をしっかり積んでるので、投降兵の芝居盾とかと対決してもですね、結構勝てるんじゃないかっていうところがですね、面白いなと思いましたね。で、芝居は、新参希望と上昇チョークでですね、後半に強くしてて、で、さらにですね、慶一陣は後半に火力が出るということで、これで芝居にしっかりダメージを出してもらおうというところですね。まあ実際ですね、この編成火力がどうかな、足りるかなっていうところは正直あるかなと思うんですよね。なんですけども、まあこれ星4武将を使ってですね、しかも多分他の芝居盾、対盾ともですね、割としっかりと戦えるような内容になってますので、だったら結構リーズナブルと言いますか、コスパはいいということになってますので、そのいろんな意味でですね、面白い編成だと思いました。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームあじきしんたろうさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。勧銀兵を主将として孫昌公と祝勇を副将としたジャジャウマ3世ということでですね、まあ、男勝りな女性3人で組んだ編成ということになってるんでね、武将同士のロマンというのはですね、あるんじゃないかなと思いましたね。でですね、祝勇の固有戦法が、必中状態になるのでということをですね、書いてくださってるんですけども、これご応募いただいたのが、その祝勇の修正前ということになってるんでね、そこら辺がちょっと残念かなとは思ったんですけど、ただですね、勧銀兵の固有戦法のトリガーになるということだとですね、そのアップデ後の修正後の祝勇の方がですね、もしかしたらいいのかもしれないなっていうことは感じましたね。で、この編成、僕だったらこの来決戦のところ、失礼、百鬼公演のところは一騎当選にするかなと思いましたね。その方が、勧銀兵の、固有戦法での強行付与っていうのはですね、しっかりできるんじゃないかと思いました。その他の点に関してはですね、まあ、神木大活をどうするかっていうところぐらいでですね、そうやな、僕なら虚水断拠にするかなっていうところではあるんですけども、神木大活でも十分いいんじゃないかなと思いますね。ということでですね、強行付与っていうのをですね、狙ってるっていうのはしっかりわかりますし、あと全部女性で男勝りっていう統一感もですね、非常にあるということになってて、で、まあそのやりくそには勝てないということは書いてくれてるんですけども、割とその一騎千軍系統ということにもなってますし、強い編成にはなってるんじゃないかなと思いますね。ご応募ありがとうございました。次はツイッターネームミートマンさんにご応募いただいた編成ということになってます。ありがとうございます。美女と野獣編成というふうに名付けられてるみたいなんですけども、各課の1っていうのはどういう感じになるんでしょうかね魔男っていう感じなんでしょうか。巨長を主将として、で、各課と大元気を副将の編成ということになってますね。
で、会心プラス 25%、ダメージプラス 95% の巨著が最大8連撃、ロマンしかない編成ですということを書いてくれてるんですけども、これはですね、郵送飛燕で4回、戦王略奪で2回、で、巨著の通常攻撃1回と、で、さらにですね、大元気でも通常攻撃が打てるということでですね、最大8回ダメージが出るっていうことになってるんじゃないかと思いますね。ちょっと思ったのが、大元気がせっかくいてですね、巨著の通常攻撃っていうのを打たせるということになりますので、継承戦法に突撃戦法なんかを積んでみてもですね、その攻撃回数っていうのが増えるかなという気はしましたけどもね、まあこの辺は好みでいいんじゃないかなとは思うんですけどもね。でですね、まあ巨著ってね、そのランクアップ結構済ませることができてたらですね、火力が出るっていう感じになってて、でその今までね、僕なんかだと雷血戦に使うぐらいしかですね、まあ用途なかったんですけども、その巨著とあと長春花とですね、あと満潮みたいな編成でですね、強いのとかも見てきてますので、だいぶその見直されてきたんじゃないかなとは思いますね。でその各課に奉仕陣も足してますので、これによってですね、さらに巨著の火力が上がるということになってますので、まあその清涼敵の会心も合わせてですね、火力が出るときはめちゃめちゃ出るかなという気がするんでね。で大元気に混迷乱情も積んでますので、ここでデバフをしっかり先にかけることができたとしたらですね、そのワンチャン勝てるみたいな編成に仕上がってるんじゃないかと思います。ご応募ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。結構長くこのシリーズさせていただいてるんですけど、多分あと 2,3 回で終わるかなといったところですね。なんで一応そのシーズン8の上に終わらせることはなんとかできるかなといった印象ですね。で最後にはですね、プレゼントを誰に当てたかというのもですね、発表させていただこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。